アルマさん死んでますね。来る。宿舎、相手の金庫。トータスさん。はい。ナイスボタン。めっちゃ欲しかったのむしろ。確かに。今死んでたらコミュの人形全員白になるからね。いいだからね、コミュさん。まあ、コミュさんを直させていただきました。ナイス。ナイスです。ゲンさんがご機嫌で奥のタスクやろうとしに行ってました。ミーティングルームの。トータさんおられたらいいかな。コミュさんもなったからね。はい。甘えました、すいません。ハンバーガーで貢献が喜びよ。うん、エンジン。配線。コックピット。体内時計に自信がなくなってきたな。いつもなんか、年齢を10倍でカウントするから。この癖でも出てるんですかね。よいしょ。わあ。押さなくてよかったな。今めっちゃ直近じゃないこれ。戸田さん、何か言い残すことはありますか？え、いや、特にないですかね。いいですか、入っちゃう。戸田さんなんですか。エレクトリカルの配電盤の下に死体があったんですけど、そこから戸田さん駆け抜けてきました。で、横も閉まってるし、もう。もうちょっと、もうちょっと上で殺せるかなと思ったんですけど。あじゃあやってまえと思ってやったら、思いのほかすごいスピードで、藤宮さんが死んでると思った。藤宮さんじゃないですね。藤宮さんが死んでると思ったから、超直近で死んでないと思ったら、高田さんだったか。よかったよかった。もうでもなんか、いや、一瞬、ローラーで対抗しましょうって言おうとしたけど、対抗しようとしたけど、もう、あの諦めがつきました。なんか初手のテンションがもう俺なんか言い切れやんかったんで、あかんわこれと思って。トータスさん、はい、アルマくんが切ってました。いや今さらさん、今さらさんやばいな。ローラーしてください。ローラーしよう。ナイスボタン。誰ですか、直したの。え、誰ですか、今直したの。アルトさん、アルトさんが直してました。アルトさんが直してました。何か文句でもありますか。いや、ないです、すいません。あれですか、もしかして全部タスク場所覚えてるんですか。あ、まあ大体覚えてますよ。すげえ。おお、すげえ。じゃあなんとなくは。あたたさん、コミュサバ直さないでもらって。いや、でもちょっとこれかわいそうやな、インポスター。トータスいきなり自白した。2個も入る。いや、絶対、アルトさんからだ。ごめんなさい。僕は入れましたけど、もう一人誰か入れてます。確かに。メイン。
らいですかね。停電ガムシスタイルですかね、皆さん。停電ガムシスタイルだな、これは。シミヤさん。はい。はい。はい、エレクトリカルの下の真ん中の部屋で藤宮さんが死んでました。おお。まあ、武雄さんと源さんは違うかな。そうですか。え、あ、僕と、僕とアルマさんは白取れます。源、ちなみに今、エレクトリカル入ったぐらいで終わってるんで。あ、U ターンしたんですか、うん、あ、容疑者1位ですよ。うん。アルトさんと僕は開幕左って、アルトさんって今どこにいます？僕今セキュリティ下でアップロードしてます。セキュリティ下？うん、セキュリティ。どうやって？え？これもう、ロード的にはエンジンは行って、左にずっと行って、コックピット寄って、で武器庫寄って、キッチン通ってセキュリティですね。あ、じゃあ僕のは早く抜けたってこと。あ、これ相談があるんですけど、はい、これアルマタキを隠しろじゃないですか。うん、はい、どうします、インポスター。いや、アルマさんローラーした方がいい。いや、もうアルマタキを殺します。そうね、それでいいんじゃない。はい、現別の相談が1個あって、はい、停電直さずに行きません。ああ、いいですね。いや、それも当たり前でしょ。はい。そのつもりでした。うん、僕は、死体レポートも一瞬迷いましたもん。あ、ほっとこうかなって。それかしよう。さすがに、ちょっと、10歩ぐらい歩いてから戻りました。あ、まあ、隠し炉の僕、貨物でダウンロードやった後、アップロードしに行って、ミーティングでタスクやりに行って終わりなので。あ、ローラーできなかった。はい、まあ扉閉まんないのでかいっすよね。でかいです。サクサクいけるんで。え、閉まるんじゃないですか、これ。閉まんないか、閉まんない、閉まんない。さあ。みんな大好き。サボガン虫戦法です。実際これ、ドア開けの時間。分からなくなるんで、明らかにタスクの進みは早くなるんですよね。よいしょ。アルマさん、キッチンのパン作って、パンレタートマ、ま、パン、ね、パンタマトマタマか、パンタマトマタマ、野菜ばっかり。あ、いいっすね、ここのドア開けの煩わしさから解放されました。1分経ったかな。あ、いいっすね、この辺の足が止まらないっていいっすね。よいしょ。配線をして、武雄さんは、まあ、白ですよね。いい。プラス1ですね。アルマさん死んでますね。また逃げ回るだけですけど、どこがいいかな。多分こことかいいと思うんですけどね。はい。ということで、あとはもう待つだけです。ピーン、ピーン、フィーン待ちです、今。はい。あら、すげえわ。レポートしてくるんですか？ 2 つぐらい肉見つけちゃったわ。2つ？アルマさんがおそらくミーティングのはしごの下で死んでいます。
そうね、うん、それ見た俺、はい、アルマくんがミーティングのはしごで死んでたのを僕と武雄さんは素通りして、はい、うん、3人素通りしました。ゲンも素通りしたんで、うん、ね、武雄さんがそこで死んでる。あ、じゃあ殺されてるってことか。タスク終わってます。ちなみにゲンタスク終わってます。僕タスクもうちょっと、あとシャワーしか、はい、幽霊はもう終わってると思うんですけどね、このペースなら、うん、そうでしょうね。誰が怪しいんですか、これは。でもこの進行を取った時点でもう釣らないですよ。タスク勝利しか道はない。お願い、あとちょっとで終わるんで俺。オッケーです。多分あとね。いや、釣らないですよ。はい。ただ、キルクール一回消化しておいた方がいいかなって、ちょっといいと思います。いいと思いますよ。しまってね。いや、でも、ね、しない方がよかったかな、レポート。微妙なとこですね。でも俺ね、アルトさんのセルフじゃないかなって思ってますけどね。あー、だとしたら僕ね、畑迫さんが殺せるんだよな。あ、そう。いや、キルクールタイムだったのかもしれません、知りませんよ。いや、だとしたら僕、畑迫さんから目離さないですよ。確かに。もうずっと貨物室の停電のところ、パチパチして遊んでました。あの、もう全部下に下げて、1個だけパチパチして、誰か来てくんないかなと思ってたんですけど、誰も来てくれなかったです。60秒あるんで。うん。大丈夫でしょ、1分あれば俺は終わりますよ。はい、だったら勝てます。はい、じゃあ勝ちだ。あと誰が終わってないんだ。僕が終わってない。あー、うん、うん、うん、なるほどね。じゃあケンさんか。畑迫さんっぽいな。いや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 、俺だったら直してますよ、停電。速攻で直した。ってことは今貨物か、展望デッキにラストウルフいますね。まあ、いずれにせよ私が見つかるのは結構後半じゃないでしょうか。まあさすがにドア閉めしないと。はい。無理だろこれ。ごめんだよ。ごめんって。いや、もうごめん。いやいや、ごめんごめんなさい。いや、もうさ、あのドア開け損ねて高田さんに怪しまれ始めたぐらいから高田さんやるしかないと思ってやってたけど、あんなに早くアルマくん来ると思わんかって放心状態でオンって言ってしまったんで。オン。もう最後たまらなくて直しちまった。直ったと思って。速攻でキッチン巻いて、速攻で直した。レポートしない方が良かったかな、やっぱり。いや、した方がいいと思います。微妙なとこですね。微妙なとこ。どっちもメリット、デメリットあります。ね、面白かった。武雄さんがもう。この戦法強いな。強いですね。いや、停電は強いよね。うん、強い。マジで。あの、コミュサボはちょっとタスクめんどくさくなる可能性があるけど。ドア閉め、うん、ドアが開いてるってこんなに快適なんだっていう。そう。感じましたね。めっちゃすぐタスク終わるからな。本当にそれ。ね、じゃあ次行きます。はい。お願いします。お願いします。